細川正元。細川正元は、室町時代後期から、戦国時代前期の武将、室町幕府守護大名であり、第24、26、27、28代官僚。細川氏の第十二代当主。摂津、丹波、土佐、佐抜守護。足利将軍家の在職将軍十代2在を追放して十一代吉住を擁立し、政権を掌握。 事実上の最高権力者となり、反将軍とも呼ばれた。室町幕府の参観令、足利一門の芝、畑山、細川である細川氏、本家、慶長屋の生まれ。父は、応仁の乱時に東軍を率いた、細川勝元。母は、勝元の正室、山名広隆の娘。養父は、山名宗運とされるが、根拠となる資料はない。 主言道に没頭して、女性を近づけず、独身を貫いたため実施はおらず、正元をもって、細川家の着流は途絶え、養子に、清の、住元高国がいる。将軍をすげ替え、明王の政変、官僚として、惑星を牛耳り、慶長先生、比叡山焼き打ちを行ったり、畿内周辺にも出兵するなど、細川慶長家の全盛期を築き当時日本での、 最大勢力に広げたが、三人の養子を迎えたことで、家督争いが生じ、自らもその争いに巻き込まれる形で家臣に暗殺された、栄称の作乱。応人の乱の混乱以来、実力者、正元の登場によって、昇降状態にあった経営、機内周辺、その死と、住本、高国両派の争いによって、再び長期混迷していくこととなる。文章元年。 1466年、室町幕府官僚として、強い力を持っていた、細川勝元の着難として生まれる。文明五年、1473年5月、応仁の乱の最中に病死した、勝元の後継として、わずか8歳で家督を相続。丹波、摂津、土佐守護に就任する。幼少のため、文家の天宮や、当主細川政国の補佐を受けた。 文明六年、1474年4月3日、西軍方の山名正豊とは牧師、応人の乱は収束する。文明年、千年、1478年7月23歳で、元服し、八大将軍、足利義政の返帰を受けて正元と名乗る。官僚に任じられたものの、九大将軍、足利義直の任大将配下の儀礼が終わると、短期間、 9日間で辞職している。ところが、文明11年、1479年12月に、丹波国内における細川氏の家臣同士の争い原因で、一宮宮内大輔一族に拉致され、翌年3月まで丹波国に遊兵されている。文明14年、1482年には、摂津の国人が放棄、畑山義成討伐に向かう官僚。 畠山正長と協力して、連合を組んだが、摂津国人を討伐した後は吉成が占領した、摂津欠軍、東成軍、西成軍、住吉軍の返還と引き換えに、河内十七箇所を吉成に渡し、単独で和睦して、京都に撤退した。長京元年、1487年、旧大将軍、足利義直は、 六角高より、雪高討伐を決意するが、それを事前に知らされていたのは政元のみで、両者は、国費のうちに、出陣の準備を進めていたと伝えられている。また、この年の長教改元の際に行われた幕府の基地書、初めの儀式のために1日だけ官僚に就任している。二度目、長教元年8月9日。だが、二年後の炎徳元年、百八十九年。 将軍、義弘、義直の解明後の名は、六角討伐、長京、遠徳の乱の最中、大御国で病死する。正元は、次期将軍として、義弘のいとこで、堀越久保、足利正友の子で前奏となっていた天竜、寺高元院の清明の地の足利義純を、推挙するが、義弘の母、日野富子と、畠山正長の後押しの結果、 義しの重帝で、足利義美の息子、義在、あと二議員、さらに、吉種と、改名が重大将軍に就任する。この結果に不満であった正元は、遠徳2年、1490年7月5日に、義在の就任儀式、反、はじめのために1日だけ官僚を務めるが、やがて幕府に距離を置き始める。義在の将軍就任は、幕府内で足利義美と、 畑山政長の権勢が高まることとなり、炎徳三年1491年1月に、吉美が死去した後は政長が幕府の権力を独占するようになる。直後の炎徳三年2月13日に、九条政元の抜師、聡明丸と名乗る、後の細川清志の応優子に迎えた。住行を養子に迎えた意図として、再退していない、するつもりのない正元には、 実施はもちろん弟いないため後継者を得ておく必要性と清のは清明の母方のいいとこにあたるため足利正友との連携を深める狙いがあったとされるさらに直後の3月正元は東国旅行へ出かけ越後国を訪問守護神杉坊帝と会見した欧州へ向かう予定だったが将軍義材から六角高より討伐の 出陣命令が届いたため断念、4月に帰京した。この旅の背景は、堀越久保、足利正友と連携する意向で、某正氏を取り込む意図があり、正友との会見も計画していたが、正友が亡くなったため帰京した。政元は、丹波で、遺伝子、小木野市、大月氏、土らが起こしている国人一揆の鎮圧がうまくいっていないこともあり、この時の出兵には反対で、 義罪をいさめようとしたものの無視されている。この時から政変を計画していたとされる。明王二年、1493年、将軍義罪は、畠山正長と共に、畠山吉豊討伐のため河内国へ出兵する。正元は、この出兵にも反対をして、従軍を拒んだ。4月、京都に残留していた正元は、日の富子や前満所、出事。 伊勢貞宗と組んで周到な根回しの元クーデターを結構以前将軍候補に水下田清明を第11代将軍として擁立する明王の政変。幸福寺の仁村は機材は政元に政務を任せると約束しながらその反対を無視して大見出兵と川内出兵と二度も大規模な軍事作戦を行ったこと。 そして、義材が自分の政策に反対する政元を打とうとしことが原因であると記している。この政変により、当初は畠山政長方であった赤松政則も政元に願い返り、孤立無縁となった政長は自害し、大きな力を持っていた三観令畠山家の勢力はそぎ落とされ、捕らえられた義財は京都両安寺に遊兵された上、将軍職を解任された。 明王三年、1494年、清明は減続して、足利義高、後に、吉住に、改名と名乗り将軍に就任。正元は、官僚に就任して、実権を握り、将軍を事実上の区靴にして、幕政を掌握し、慶長先生を確立するに至った。官僚や幕臣が将軍を追放、告げ替えるという実例は、室町幕府において正元が、 初のことで、室町幕府将軍の権威が決定的に失墜した政変であった。ただし、官僚の政治的職権の実態はすでに失われており、政本の四度目にして、最後の官僚罪人も実際には、吉高の元服の儀礼が行われた、明王三年二月二十七日の一日間のみであった。これより、後の将軍は、実権のない名ばかりの存在となっていき、 この政変と応仁の乱で失われた将軍権威復活と様々な要因で衰退へと進んでいく幕府の維持を強いられていくことになる。ただし、以後も幕府権力は存続していたとする見方もあり、伊勢定宗は日野富子の意向で将軍、吉住の後見役を務め、たびたび政元の行動を抑止している。また、政元の命を受け政変を主導していた。 政元家臣の慶長家内衆である、丹波守五代、上原元秀が、旧氏、慶長家内で政変に、消極的な家臣が多数を占めるようになると、慶長家はなるべく幕府の意向を容認、前将軍義財派の巻き返しを用心する方向に、切り替えたため、政変後の幕府と慶長家は協調関係に入って、いたのではないかとする意見もある。政変後、越中国へ亡命し、 亡命政権、越中久保を樹立していた、足利義種、義財は、明王八年、1499年に、北陸の兵を率いて、大見にまで侵攻し、比叡座に遠略寺を味方につける。こうした、遠略寺の行動を素早く察知した政本は早速、行動に移った。赤沢智恒と、大壁宗和に命じて7月11日の早朝に、遠略寺を攻撃。 大規模な焼き打ちを行わせたのである。この攻撃で、根本中道、大高道、常雪道、北家道、延明院、使用院、共蔵主郎などの山上の使用仮覧は全焼した。勢いに乗ったともつは続いて9月には、河内で拒兵した、正長の子、畠山久信を打ち破り、久信が大和国に逃げ込んだため、12月にはそのままの勢いで、 大和国に攻め込んだ。そして筒井信剣、十四縁直ら久信に組みた国人衆を追悼し、吉光寺、北家寺、西大寺、北安寺などを焼き討ちして、和北部を占領した。この、友常の一連の働きによって、細川の藩とは大幅に拡大することになった。また政元は、周辺国の国人の細川悲観化も推し進め、実質的な細川領国化による、 支配勢力強化を図った。一方でマ元は、主言道、山伏信仰に凝って、女性を近づけることなく、生涯独身を通し、主導はたしなんだようである。普段から、当時の武家の習わしであった絵星を嫌って、かぶらなかったり、空を飛び天狗の術を得ようと、怪しげな修行に熱中したり、突然諸国放浪の旅に出てしまうなどの気候があり、足利清旗では、計官僚、 細川右京大武聖元派四十歳の日まで、女人禁制にて、魔法イ豆ズナの方をあたこ、あたごの方を行避そなから出家の徳山伏の女子ある、時派京、お読みだらにを変しけれは、見る人心の毛もよたちけるとある。ただ、正元は、主言道を単に趣味としてだけでな、山伏たちを、長法員のように使い各地の情報や動向を探る、などの手段ともしていた。また、朝廷や、 幕府の儀式についても、実際の威信が伴わなければどんな立派な儀式でも意味がないと考えてたと見られ、五柏原天皇の即位式の開催を無益で、あるとして開催を認めなかった。正元は政務を過信任せにしたり、出本により、幕政を混乱させることもあり、将軍吉住が自ら説得に出向くこともあった。やがて実際の政務は、 内主と呼ばれた慶長屋の重臣たち、守護大などによる合議に、重きが置かれるようになったが、文紀元年、1501年、正元は、内主合議の規定と内主を統制する、式場を制定する。何かと正元と将軍義住は、政治面で対立することも多々あったが、そんな中、文紀2年、1502年8月4日、 突如として、吉住が金流寺に引きこもるという事件が発生した。そして、吉住を説得しに行ったところ、御所に戻る交換条件として出された五つの条件のうちに、前将軍議在の弟である実相院に吉忠田を処刑せよというものがあり、翌5日に正元は吉住を見舞いに来た吉田を捕らえて殺害した。これにより、吉住は正元によって、 自身が将軍を解任されて追放され、代わりに、吉忠が新たな将軍になるという可能性がなくなった。ためにに安堵する一方、正元は、吉忠の殺害によって、直期将軍候補を失い、かつ、前将軍偽罪派からは、完全に敵視される状況となった。吉住を廃して新たな将軍を立てることも偽材派と、和解することもできくなった正元は、 その政治的選択肢を大幅に狭めることとなった。正元の気分屋的な傾向、そして実施がなかったことは慶長屋の家督相続問題を直撃した。同年9月、石管家の九条家から家督相続を条件に養子として迎えていた聡明丸、後の清の正式に着手定め丹橋五職を与えるも、翌分期3年、1503年5月、 細川はじめ門の阿波出庫か、三州家から六郎、改め、住本を養子として迎えて、家督相続を約束したため、政本は、宗明丸を拝着する。これより間もなく、宗明丸も元服して、清野と名乗る。結果、清野、住本両派の対立が、先鋭化するに至る。また、野州家からも、高国を養子として迎えていたが、後に、 これがさらなる混乱へとつながることになる。なお高国については、養子となった時期が不明であり、実は養子でなく、正元志後に住本との対立の中自分も養子になったと言い出したという説や最初から、実家の養子受けを継ぐことを前提とする、養子縁組であったとする説、高国の実父の細川真っ春には二男子がいなかったも、ある。え正元年、1504年9月。 内ちの摂津守五代、薬師寺源一が謀反を起こすが、これを鎮圧。英正三年、1五百六年七月に、河内の畠山義秀、義豊のこと、畠山久信を討伐し、赤沢智もを、大和国へ、再び派遣、進行させる。英正四年、1五百七年には、紀の国、さらに、若狭の武田元信を助けるために、丹後の一式義勇の城に、 呂氏、細川清の細川住元を信仰させるなど、細川氏の勢力の拡大を図った。こうして、正元は、細川慶長屋の前世紀を築き上げる。ところが、正元は、このような戦乱を嫌をしたのか、主験者として、欧州に行って、開国修行したいと言い出す。この際には、家臣の三好これながらの歓迎によって断念する。栄昇4年、1507年。 武田元信救援のために、一式義勇を攻めている最中、帰郷を命じる直使があり、それを受けて5月29日に帰郷する。そして6月23日、住行派の内主の香西元長、薬師寺長方だ、敬語役の武田孫七によって、湯殿で行髄をしていたところを襲われ暗殺された、営上の作乱。去年42、に、政元暗殺に関しては、 家臣の香西元長が首謀者だったという。理由に関してはもともと志士として迎えた清野で、あるにもかかわらず、細川一族と全く関係ない住ゆを後継にすることに、一族の反対論が根津代自らも次第に後悔して、初家の住元を波から志士として迎えた。だがこのために、清野の補佐役だった。 公在元長の権力が失墜し、住本の補佐役であり政元にその軍事の差異を見込まれ、徴用されるようもなった慶庁や家臣としては、新参者の三好これ長の権力が細川や中で増大した。住本に従って、阿波から来た三好これ長は、佐抜の政治にも介入し出したため、佐抜出身である公在元長は憎しみを抱いた。また、 主君制元の問題多き成功も将来への不安となり、住ゆきを擁立して、自らが権力を握るために暗殺事件を起こしたという。また、清の自身も黒幕として計画に加わっていたとされている。敗着、元服直後の永生三年、1506年には、前述の通り、養父、正元の命令に従って、 単語の一式を死討伐に赴いて、え越を攻めたが、命令に従ったのは、表向きの行動に過ぎず、敵の一式方と内通して、落城を装い、兵を知りぞくという行動を起こしている。先に清これが落城を装った、え越城の石川忠行が、正元暗殺を知って、京都への撤退を試みた、赤沢ともを、守備よく襲って廃止させるなどしており、 事件以前から清野も通報し、周到に準備された計画性が伺える。理由は拝着されたことに対する恨みが主なものであったと考えられる。反将軍と呼ばれるほどに力を持った政本が死亡すると、細川慶長やは家督をめぐる内紛を重ねて、政権体制、両国、家臣団ともに急速に力を失っていくことになる。 政元暗殺後の後継者について、まず、細川家の血を引かない清野の排除に関しては、一族で一致を見ることができたが、清野廃止後の住元、後にはその子の春元、高国両派の対立は、幕府将軍の吉住、吉種両派の争いとも絡んで、二十年以上の長きにわたり細川家を二分し、機内に騒乱をもたらすものとなった、両細川の乱。また、 正元をもって慶長家着流である、細川頼元の血筋渡え、頼元の弟である、細川万氏、細川千春の子孫が、細川家家徳の地位を争うこととなる。中、前項、主要な家臣のうち、こちらの項目に掲載されていない、元の字のつくものは、先代の細川勝元より、元の字を受けた人物である。 現在の京都府京都市上京区大森院町に大森院を建立した。今は明神寺の達中である大森院として移されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。